私自身はそこまでインスタに詳しくないサロンコンサルタントとして伝えるのに力が弱いなっていうふうに感じたんですね。ひろさんのところにお世話になってトータル8300万ぐらいですかね。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はサロンコンサルと企業コンサルをされている中川理恵さんが入学12ヶ月でね累計約8300万円の売り上げをね上げられた秘訣についてね対談形式でお届けしていけたらと思うんですが、実は中川さんですね、こちらに出ている通りですね、第1弾の実績動画を以前撮らせていただきまして、今回第2弾ということでね、さらに売り上げを更新されたポイントとかを聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めてお名前と現在のご活動内容を教えていただけますでしょうか。中川理恵と申します。私は店舗さん向けにサロンコンサルタントを8年させていただいております。この4月から起業家さん向けにコンサルタントとして新たにもう一つ起業をさせていただきました。現在サロンコンサルと企業コンサルの2つの、ね、サービスを軸として活動されていらっしゃるということで、改めてになるんですけども、ご入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。以前対談動画を撮らせていただきまして、その時もお話しさせていただいたんですけども、まず北野さんのところのスクールの受講生さんの成果、特に通知のあたりが明確だなと思ってずっと見させていただいてたんですね。例えばいろんなスクールがあるんですけども、闇雲に月商100万円達成しましたなどではなくて、徐々に受講生さんたちが成果を伸ばされていってるなっていう風に見えたんです。ちゃんと段階を踏んでサポートをしっかりされているのかなっていう風に私の方で思い、達成ルートもはっきりした上で月商100万とかさらにその上を行かれている方が多く感じたので、私も入学を決めさせていただきました。ではご入学前と後での変化ってところも聞いていきたいと思うんですが、ご入学前というのはどういった状況だったんでしょうか。まず入学前はサロンコンサルタントとして私自身集客っていうのはできていたんですけど、今の時代店舗経営をするにあたりインスタ集客っていうのは避けて通れない道かなっていうふうにも考えて、ちょっとモヤモヤしてたところがあったんですね。なんでかっていうと、やはり私のところに来ていただいている受講生さんたちもインスタを使いたいって言われる方が増えてきていた。でも私自身がそこまでインスタに詳しくない、動かしてはいたんですけども、これを再現するってなると伝えるのに力が弱いなっていう風に感じたんですね。私自身インスタ集客の力が足りないっていうところで、自分のアカデミーの受講生さんのために学ぶ、自分の集客も含めてなんですけども悩んでいたところで、北野さんをずっと私は追いかけさせていただいてたので決めさせていただいたっていう感じです。ありがとうございます。ご入学後のですね変化、具体的数値的変化含めですね、どのような変わりましたでしょうか。はい、インスタの使い方についてなんですけど、今までは画流で動かしていたので学ばさせていただいてから本当に驚くことがたくさんだったんですね。北野さんが行ってみえるグルコンで学んだことを少しでも実践していこうと取り組んでいったんですけど、実践していく上で動画が用意していただいているので何度も何度も復習ができるっていうところで学ぶ環境として非常にありがたかったんですね。私の具体的な成果としてはサロンコンサルタントの方では3ヶ月ぐらいで2000万円ぐらいの売り上げを達成し、その3ヶ月後には倍ぐらいになっていたんです。この4月から起業家向けのコンサルタントとして、起業家向けと言いましても私の場合は起業塾迷子の方たちに向け発信させていただいてるんですけども、別でアカウントを立ち上げさせていただいたんですけど、まだまだフォロワーさんは300人ほどの弱小アカウントなんですね。ただそちら初回募集この4月末に集客の方をさせていただいたんですけども、そこで一気に集客ができたので数字としては400万円ぐらいの売り上げに思います。サロンコンサルの方ではこの春過ぎぐらいにインスタを通してですね、企業さんとのお仕事をいただくことができて、ただ個人事業主の方へのメニューしかご用意していなかったので、新しく特別講座っていうのを立ち上げて販売に至ったところを2500万ぐらいの売り上げになったっていう感じです。トータル北野さんのところにお世話になって8000万超えてるっていう状態なんですけども、私だけではなくて私の受講生さんがすごく成果が出てるんですね。講座の中にはコンテンツサイトがご用意されているので、そのサイトを見るといつでも学ぶことができるといった環境が私の中でやっぱりすごく感動して、私もすご
く時間かかったんですけど、自分のスクールに作ったんです。待って真似をさせていただいて、それによって受講生さんの成果がアップしたっていうことにつながって、その受講生さんの成果をインスタのハイライトの方に載せているんですけども、そこを見てくださった企業さんがお仕事の依頼をしてくださったっていうことにつながっているので、ビジネスにおいての連鎖反応が起こっているっていう状態です。インスタグラムの可能性を最大限で、ね、今も引き出されてフルに告発をされているなという印象を受けますけども、今中川さんご入学されてちょうど1年経つと思うんですけど、大体8000万ぐらいの売り上げっていう感じですかね。そうですね、具体的には8300万ぐらいですかね。ということで、ここから先は中川さんのね、成果を出されている秘訣っていうところをインスタグラム、そして LINE であったり販売、講座運営に関してね、それぞれのカテゴリーについて聞いていきたいと思うんですが、こちらに映っているのが中川さんのインスタグラムになりまして、今2つ運用されているうちの1つがサロン集客のね、こちら7800人ぐらいのアカウントになりまして、今年の4月頃からですね、ちょうど3ヶ月ほど前から運用されているアカウントで、ここからもすでに400万以上の売上が立っている企業コンサル専門のアカウントになります。最近立ち上げられたということで、現在潰れない企業コーチっていうコンセプトで活動されていらっしゃると思うんですけど、運用で意識されているポイントとかちょっと教えていただけますでしょうか。インスタで一番やはり意識しているところなんですけれども、私と私の受講生さんも含めインスタの発信の中でも最も大事にしているところがストーリーズなんですね。ストーリーズに日々一番力を入れております。私自身もインスタを制するものはストーリーズを制するぐらいの気持ちで発信しているんですけども、そのストーリーズで、じゃあ何を意識するかっていうと、お客様が心の底から何を欲しがっているのかっていうところをリサーチした上で、お客様の気持ちを分析していくっていうところに向けて発信を強くしています。特にストーリーズで何々を行いますとか、セミナーを行いますとか、ご案内っていうのはあまりしないんですけども、できるだけストーリーズの中でフォロワーさんと関わるっていうところを意識して運用しております。相互方向のコミュニケーションっていうのが、ね、今インスタでも重視されてますけども、ストーリーズをしっかりとね、活用していただいているっていうところはね、集客できる人はやっぱりストーリーズしっかりできてますし、そこでしっかりと信頼関係を構築できているかなと思いますけども、あとはフィード投稿とかもですね、デザインとかも統一感のあるような形でね、運用されていらっしゃると思いますけども、投稿作成とか日々のリールの投稿に関して意識されているポイントとかあればいかがでしょうか。私の場合はとにかく見やすさっていうところを重視してます。人っていうのは視覚に入ってきた瞬間に判断するっていう風に言われてますので、パッと見て何か嫌だなって感じたらやっぱりそこで離脱されてしまうと思うんです。なのでまずは単純にその見やすさ、どちらかというとシンプルな感じで意識してフィード投稿とかは作るようにしてます。あとリール投稿に関してなんですけど、今はもう起業家さん向けのスクールとかコンサルタントの方ってたくさん見えると思うんですけども、私の場合はどこをお伝えしているかっていうと、お客様の悩みっていうところにフォーカスするところを重視しています。表面的な何かそのコンテンツの使い方であったりツールの使い方ではなくて、お客さんのお悩みを深掘りしてこういう解決をしていきましょうみたいな内容に絞って発信させていただいております。それによって来てくださる方が自分に刺さりましたとか、自分のことを言われているようでしたって言ってくださるので、ずれてないのかなっていうふうには自分の中で感じております。再生回数でいうと現在340フォロワーぐらいですので、たまに1000再生も超えるような形で、まあ、アベレージはだいたい数百再生っていうところがねキープされているっていう形だと思うんですけども、いきなりバズらせようっていうよりはしっかりとやっぱりターゲットに芯に刺さるようなね発信をしていくっていうところがやっぱり集客につながっていくポイントであり、再生回数をやたら伸ばしすぎちゃってフォロワー増えてる割になかなか集客につながらないっていう方もいらっしゃったりするので、相手が求めてる情報を発信する、そして関係のない投稿しないっていうね、自己をしっかりとぶれないようにしていくっていう発信のテーマからですね、もすごい重要だったりしますよね。あとはリールであったり日々のインスタライブであったりでなんか意識されてるポイントとかいかがでしょうか。ライブ配信はサロンのアカウントの方に関しては週に1回のペースで行っているんですけど、今までは不定期でライブを行っていたんですね。北野さんのところにお世話になることで週1回で自分の中で固定してやっていこうっていう風に決めてから、フォロワーさんとの距離っていうのがすごく近づいたんです。 DM でコメントをいただいたりとか、ライブのご感想とかをいただくことがかなり増えました。それによって今度セミナーいつですかとか、講座いつです
ですかとか聞いてくださる方が増えたっていう形です。企業コンサルタントの方でも週1ほどライブはしてないんですけど、ストーリーズでかなり訴求した発信しているので、今度募集はいつですかって問い合わせが来てくださるっていうありがたい状態になっています。お客様の方から問い合わせが来るような感じになってきてる。はい、そうですね。企業コンサルタントの方は私まだ募集って2回しかしてないんですよ。少し増やさなければいけないんだろうなと思いながらも、2つのアカウントのバランスを考えて動かしているとどうしても間が空いちゃったりとかすることもあるんですけど、求めてくださるって本当に嬉しいなと思っております。インスタライブはですね、問い合わせにつながるためのね、やっぱ突破口として絶対避けては通れないねポイントになりますのでね、この動画見てくださって皆さんもぜひ、ね、インスタライブね挑戦してみていただけたら嬉しいなと思います。では次ですね、現在インスタグラムからプロフィールリンクでですね、まあ、LINE に誘導されているっていう流れはね変わらないかなと思うんですが、 LINE 公式アカウントの運用であったりローンチ動画の設計であったり日々の配信とかそういったあたりとかで意識されているポイントがあれば教えていただけますでしょうか。ローンチ動画に関しては定期的に変えていくっていうことは大事だなっていうふうに改めて北野さんのところでお世話になって感じたんですね、うん、人っていうのはどうしても飽きが来てしまうっていうのがあると思いますので、うん、そこに関しては定期的に皆さんが求めてくださってるような内容でローンチ動画を作って発信していければなと思っております。このローンチ動画を作る際に北野さんの場合はきちんと添削もしてくれますし、動画とかも見てここをこうしたらいいよとかって細かくアドバイスしてくださるので、かなり集客につながっているのではないかなっていうふうに実感しております。 LINE の運用に関しては案内をするっていうこともほぼなくて、ライブこういう内容でお話ししますよとかっていう案内がメインになってるんですけども、ストーリーズでライブでどういうお話聞きたいですかっていうアンケートを取ってからライブを行うようにしているんです。それによって見てくださってる方たちが求めてくださってるものを提供できているっていうことで、ライブに来てくださる方が増えてきてますので、ストーリーズと LINE を組み合わせて運用していくっていうのも大事だなっていうふうに思っております。先ほど中川さんおっしゃっていたローンチ動画っていうのはね、ちょっと補足させていただくと、まあ、LINE 登録していただいた後に1通目に届くプロモーション動画みたいなものなんですけども、昔はねローンチ動画って1話2話3話とか1時間ぐらいの動画がいいよとかって言われた時代もあるんですけど、今の人たちはもうプロモーション慣れしているので、だいたい 2,30 分ぐらいのちょっと短めの動画で1本にギュッと凝縮した動画を見ていただくことで、さらにこの人から学んでいきたいとか購買意欲を高めていくためのプロモーション動画をいかにしっかりと最初作り込んでいくかということがね、もちろん制約率にも関わってくるポイントかなと思いますけども、 LINE から、まあ、そしてあとライブを見ていただいて最終的にセミナーとか個別相談とかに来ていただく形かなと思うんですけど、現在はセミナーもしくは個別相談どちらをされていらっしゃいますでしょうか。今は個別相談の方をメインにしております。私の場合は2ヶ月に1回ぐらいセミナーを開催するっていう形にしていますので、それ以外は個別相談に来ていただいてお話をお伺いして受講をしていただくかしていただかないかっていうところで、双方意見が合いましたら一緒に頑張っていきましょうっていう形で進めさせていただいております。セミナーと個別相談は両方ね時期をちょっとずらしながらやっていくっていうのも一つかなと思いますし、そこの個別相談とかで商品提案、いわゆるそのセールスですよね、なんか意識されてるポイントとかいかがでしょうか。ここ最近セミナーの中で行ったのが、はい、今までは全体を通しての内容でセミナーを開催してたんですけども、はい、例えばインスタグラムに絞ったセミナーですとかセールスとかに絞ったセミナーですとか、見てくださってる方たちが今何が欲しいかなっていうのをアンケートでちょくちょくストーリーズの方で撮ってますので、そこに関してセミナーをやってるっていう状態なんです。求めてくださってるものを提供するっていうことになるので、お申し込みも増えるんですね。例えばインスタだったらインスタに関してのちょっと短期の講座を作ってみたりとか、あとはまあそれ以外ですと私の本講座の方のご案内をしたりですとか、そこで皆さんが何を求めているかっていうところで、ほぼほぼ来てくださった方たちは何かしら受講を決めてくださってるっていう形につながっています。やっぱりそのアンケートでしっかりとニーズを探るっていうところがね効いてるんじゃないかなっていうのはね、はい、思いますよね。最後あと講座運営とかなんか商品設計とかで意識されてるポイントとかがもしあれば。商品設計に関しては本当に先ほどもお伝えさせていただいたんですけど、北野さんのスクールの方でのコンテンツサイトっていうのが私の中では非常に力となってますので、それを実際自分の講座の中で作ったことによって受講生さんたちの成果がとにかく何倍にもなってってるんですね。しかも
成果のスピードが非常に速くなってきているので、講座の内容を考えるよりもいかに復習する環境を作るかっていうところ非常に私の中で学びになりました。確かに復習しやすいかどうかとか、あのコンテンツどこだっけって言ってストレスなくすぐ探せるような場所があるっていうのはすごいありがたいですよね。中川さん自身もそうですし、その受講生さんもより成果がね上がっているということでね、嬉しい限りでございますけどね。ではラスト2つなんですけど、次のテーマが改めて弊社からご入学いただいて良かったこととかですね、あとは弊社スクールのおすすめポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。入学して良かったところなんですけども、前線で活動している北野さんから直接学ぶことができるっていうのは本当に刺激にもなりますし、皆さんやっぱりそこってすごく大きな影響があると思うんです。他のスクールだと実際に講義を行ってくれるのはサポート講師の方であったりとか、質問に対しても他のサポート講師の方が答えてくださるっていうパターンがやはり多いんですね。ですけど北野さんのところは北野さん自身が全て行われて見えるので、それでいてなおかつサポートがすごく手厚いっていうところなんですけど、ここに関してはもちろん私もありがたいんですけど、同じ講師業としてもすごく勉強になってるんです。私ここの部分ちょっとサポート手薄だったなとか、ここの部分をこういう風にしていけばいいんだなっていうところがすごく勉強になっているので、それを受講生さんに直接行っていくことで、やはりその受講生さんの成果にもつながってるっていう風にここは強く実感してます。では最後ですね、この動画を見てくださっている方でもこれから SNS マーケティングを始めていきたいという方だったり、もちろん弊社から検討されている方もいらっしゃると思うんですけど、これから一歩踏み出していきたいという方に向けて最後何か一言メッセージがあればいただけますでしょうか。 SNS はこれからも使用される方って増えてくると思うんです。特にインスタグラムはまだまだ増えるかなと思っております。その中で独自で動かしていくのは不可能だと感じてます。インスタグラムで集客のメリットは何を言っても無料でできるっていうのがありますので、今から起業される方でも負担が少ないですし、おすすめツールであるからこそ私は失敗を少しでも減らして動かしていけるようにしっかり学んだ上でスタートされることをおすすめします。最初からやっぱロードマップが決まった状態で、それを知ってる状態で運用していただいた方が近道になるということはね、もちろんあると思いますのでね。今日はいろいろ中川さん成功の秘訣をねお伺いしてきましたけども、今回その中川さんのインスタグラムとそして LINE 公式アカウントのリンクもね概要欄の方に貼っておきます。こちらもぜひ両方チェックしていただきたいと思うんですけど、特に今概要欄から中川さんの LINE に登録いただくと特別プレゼントが、ね、もらえるということで、こちらの特典に関してもね簡単にご説明お願いいただけますでしょうか。サロンコンサルタントの方も起業家向けのコンサルタントもまだビジネスを始めたばかりの方が私のフォロワーさんの中では多いと思うんです。なのでまずビジネスを始めるとはっていうところから、次何をすればいいのか、1年経ったら何をすればいいのかってこう段階を踏んだ内容分かるように資料にまとめておりますので、そちらを見ていただくと、あ、ビジネスってこれをやったら次こういう風な段階に行くんだな、これがこうなったらこうなるんだな、月商100万いったら次はこういう段階なんだなっていうのがすごく分かりやすくまとめてありますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ということでこちらロードマップぜひ、ね、概要欄から LINE 登録してチェックしてみていただければと思います。中川さん本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。一つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速
させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。